さあ、ってことでね、今地図を調べてみましたけど、まあ見事にやってましたね。やっちゃいましたね。入るかな？あ、やべえ、入らねえ。入らねえじゃん。ダメじゃん。どうしよう。はい、ギリギリ入るかなと思って買ってみましたけど、入らないですね。なんてこった。なんとか傾けてうまいこと、重心を。うめ。久しぶりに飲むコーヒー牛乳いいですね。で、ルート的にはどれぐらい間違えてたかっていうと、まあ、かなりですね。まあ駅前だったんでね、たまに間違ってましたけど。どうしようかな。こっから戻ってまた半田方面に渡っていくような感じで、ね、そこから帰ってくるようなルートにしようかなと。いうふうに思ってます。ちなみになんか、ローソン100だったんでね、ローソンとはまたちょっとラインナップが違うんで、ね、サクサクチキンってことで。どうしような。ここから。どう打ったらいいかな。さっき来た道をもうずーっと戻ってって、ここを右に出て、で、ずーっと戻ってて、あー、いいか。今、横の道、ここの前、先のところの道を曲がったら、もうそのまま一本で、そのトンネルの手前まで、繋がってるみたいなんで、これで行っちゃうか。これが行っちゃんてっと言えばやそう。で、出たところの、快活クラブあたりで、東浦道路、別に24時間営業ですもんね。大丈夫だよな。あ、金浦トンネルですね。全然北まで来てますね。まあ別に、夜間通行止めになるとかそういうわけではないはずなんで、そっちから行きましょうか。ああ、とんだ大回りした。まあ仕方ないんで、行きましょう。で、手前の方ですね、こっちを曲がってしまえばいいみたいな。雨降ってきちゃったよ。ああ、もう、ガタガタで、おお、急ぶりでめっちゃでかいや。あ、ちなみにローソン100の恵方巻きのやつやつももらってきましたけど、全然あれなんですね。ローソンとはまた別に作ってるんですね。ね。まあ、ちらっと見ただけなんで、まあ、徹底的な解説は、気はできてないですけど。ローソン客もね、三重県該当地域にないんでね、今回発生してますけどね。そう、スターステールの方に持ってきて、そういった大手チェーンのところは一通り抑えるような、もう、風に変えるのもね、策かなと思ったんですけど、まあ、もともとあれは地域情報のね、あれやってるんでね。基本コンセプトからずれてしまいますからね、やっぱし。だったらもっと地元の、魚屋さんが例えば作ってるところとかあるよとか、そういったようなね、情報を徹底的に、細かく集めた方がいいかなというふうな判断ですね。あ、これで合流なの。すごい合流の仕方ね、これ。あ、そう。見えない何も言ってしまおうでしょ。ダメですよ。めちゃくちゃ見にくい。ね。ただね。うん。さすがに、あれは見にくいな。すごいな。こんなところだよ。でももうこの道を、道なりにずっと行ったらいいらしいです。平気なんですかね。本来あれ自体が半田と平気なんをショートカットする道ですかね。あれの時にタクシーで使おうか迷ったんですよね。半田から。碧南まで、ね、どこで、吉良吉田か。あっちの方に抜けるときに。じゃあ、碧南や。碧南駅に抜けるときですね。碧南から吉良吉田は仕事だとできる、路線バスから走っとったんですよ。使いましたけどね。
は結構降ってきたな。だいぶ降ってきましたね。さあ、ガスマだ。ガスマとかあんまり来る機会ないですからね。まあ、もう8時台ちょっと閉まってる店もね、多そうですよ。まだまだ南に下らないといけないもんな。どんだけ道外してんねん。